福田公林株式会社は医療機関向けの生体情報をモニター、医療機器等を販売する福田電子の子会社である。2016年11月まではオムロンヘルスケアの子会社であった。もともとは1975年に設立された日本公林株式会社が起源で医療機関向けの全自動血圧計では高いシェアを誇っていた。ところが、 米国ソニーから招かれた柳本社長が就任すると2003年7月14日に民事再生法の適用を申請し、事実上倒産した。倒産後、米国投資ファンドのカーライルグループが日本降臨の全事業譲渡を受け2003年12月に営業部門の子会社として設立されていた当社への事業譲渡を実施した。同社は99年にリース発売した。 動脈硬化検査装置が大ヒット。新興市場の星と株式アナリストらが生やして投資家の注目を集めていた。突然の不可解も思える倒産劇に投資家のショックも大きかった。そんな中、監査役3人が社長らによる計画倒産だったとして、柳本義彦社長を相手に東京地裁に提訴、逆粉色による倒産と認められ4年6月に、 旧親会社の日本降臨に対し、東京地方裁判所が民事再生手続きの廃止と保全管理命令が発令されたが、同年再生手続き開始後の9月、米国シファド、カーライルグループに、同窓地の特許もろとも事業譲渡が決定。そんな折、かねてから事業提携を検討していたオムロンから株式譲渡の打診があり、当社とカーライルグループでの協議の結果、 新たな株主としてふさわしいと判断し、カーライルグループ以外の株主分を含めたすべての株式をオムロンの子会社であるオムロンヘルスケアへの株式上等を決定。オムロンヘルスケアの子会社となった。その後、オムロンヘルスケアとの間で事業再編を行い、医療機関向け製品の販売に特化。製造部門をオムロン松阪に移管後、オムロン降臨株式会社へ。 称号を変更した。2016年12月、オムロンヘルスケアは、全株式を福田電子2乗と福田電子の子会社となった。2017年1月に福田公輪株式会社へ称号を変更した。親会社であったオムロンヘルスケアが、一般向けの健康機器を販売するのに対し、福田公輪は、医療機関向けの医療機器や生体情報モニター、スポットチェックモニター、 血圧脈破検者装置などの販売を行っている。ありがとうございます。